はい、半間家の本家の半間巌先生です。私の学というのはもう人間以上なんですけど、ノーベル賞以上の学問でね、もう人間越しているんだけども、人間のノーベル賞の部門のタイトルなんか取らないとかね、博士でも名誉博士というのも低いんで取らないとかね、私にとっては低いということでね、レベルがね。というのはね、若い時はね、そういうのに、入るとやばいということで、労働者になっちゃうということでね、自分の防衛システムが働いて、人間を動かして、そういうね、研究者、一本の研究に専念するとかね、作業として、やることは一切ね、外すように自分の防衛システムでね、やってきました。人間たちがよく動くけども、これは私の防衛システムが動かしたことであってね、私にやらせないと、そういう研究とかね、虫みたいね、専門とかね。で、頭が悪くなるということでね、私、全部外してきております。で、通勤とか、いうこともね、毎日毎日何時間もやるような、無駄なこと、もう一切ね、省いてきております。でね、当然ね、そうですね、効率いいコンピューターでね、組んで、それで仕事させるというのがほとんどですね。私のノーベル賞よりか額はあるんですけど、全員よりかね、もう全然進んでますけれども、なんせ細かいでしょう、いろんなね、医療関係のね、ノーベル賞を取ってる人なんかも見るけど、ああいうね、細かい仕事をやってるとバカになっちゃうんですね。で、これは人間たちがやるしかないですね。死んできますから、そういう仕事をね、体、参ってきますから、そういう、ね、まあ、いろいろね、細胞をね、復帰させるようなね、色素とか、いろんなね、ものをね、研究してね、ノーベル賞を取ってるというのはね、あと電子工学もそうなんですね。細かいエレクトロニクスの高度なね、電子回路とかコンピューターのでハードウェアなんかも頭壊れるんですね。なんせ細かいし、しょっちゅういろんなね、発明が出てきますから、それに対して最新のものをね、使って、考えたりとか、元を作ったりですね、トランジスタでも FET 高速のね、ものにね、消費電力で高速っていうような半導体を研究したりとかね、もう頭壊れるわけですよ。で、そういうのは長くやらないということでね、実際的にはやるんだけども、時間かけてるわけですね。で、その代わり全般的にいろんなことを、取り組んで、私の方は頭はマルチに動いてます。投資家として仕事もしてますし、いろいろね、全体を見ています。一般的なことからね、見ててね、仕事してますから、ここら辺でね、人間たちが助けるっていうことはないですね。全くもう敵感覚になってますから、人間からはね、味方というふうな感じはないです、全く。だから私の方で手が回ってなければ人間に殺されるし、ね、もう上の生物としてね、生きてます。だから、
人間全員の攻撃が来ます。でいつも人間の方にはこっちをやっつけるための頭が働いてましてね、それをいつも打ち破って安全に核を取ってるわけですよね。で、あの研究でもね、素晴らしいものの発明はね、あの利用できないんですよね。たくさんあるんですけどね、それはまあ人間たちが代表になってね、人間たちがその都合いい時に自分たちのものということでね、パテントということで出してる場合がほとんどですよね。で、あとほとんど私のは大昔にも人間以上の発明してるんで、今人間たちが作った以上のものを作ると悪いことに利用するんで、考えることはできないというだけですね。また情報をね、昔作ったものからね拾うということもできないわけですね。これは生物体で守ってますからね、上の生物としてね。だから何でもあるわけですね。人間一生懸命発明とか研究やってるけども、もう発明終わってるから、ただここの周りのことの状況は分かりませんけどね、上の研究発明はもうとうの昔にほとんどやってますからね。昔の情報、地球太陽が生まれる前のから持っている情報バンクですね、私の方の情報バンクね、テレパシーで教えてくれますから。ただこちら害があるとか問題があるということね、脅し取られないよということでね、情報は人工知能、また生物体以上ですから。